はい、皆さんこんにちは、長尾隆です。今日2本目の突然ニュース解説ということで、今日の参議院の予算委員会を聞いておりましてですね、どうしてもこれだけは皆さんにお伝えしなければいけないと思い、マイクの前に立っております。カメラの前、まずURL、こちらをご覧ください。 FNN の報道です。岸田首相、非核三原則から認められない、安倍元首相、米との核共有議論をということですね。真っ向からこう違う答弁をされていらっしゃるんですね。ちょっと記事読みますね。岸田首相は28日、日本の領土内にアメリカの核兵器を配備し、共同運用する核共有について、非核三原則を堅持するという、我が国の立場から考えて認められないと述べたということなんです。で、一方では、安倍元総理がですね、日本はもちろん、核拡散防止条約の加盟国で非核三原則がありますが、世界はどのように安全が守られているかという現実について議論していくことをタブー視してはならないということなんですね。ですね、実は先週も私、文化人放送局のいくつかのセッションでこれについて触れさせてもらいました。というのは先週ですね、白新君参議院議員の質疑で大変印象的な質疑があったんですね。これは何かというと、政府に対してあらゆる選択肢を排除しないと、いわゆる防衛についてですね、これに核兵器は含まれるのかという、質問に対して、岸田総理はですね、同じように核兵器保有する選択肢はないというふうに答弁してるんです。ただこの後にですね、白新君委員がですね、憲法上核保有ができるのか、内閣法制局長官お答えくださいというやり取りをしてるんですよ。で、法制局長官はですね、自衛のための最小限で核エネルギー、つまり核兵器という言葉はないけれど、核エネルギーを使うものがあるなら否定されるものではないというふうに答弁をしてるんです。で、今日はですね、質疑の中では内閣法制局長官に対しての答弁を求めていないのでこれで終わってるんですけれども、この法制局長官の答弁というものをあえて報道しないような形での議論というのは、本当に私はこれ国民をね、バカにしてると思うんですね。じゃあ実際ですね、憲法において核兵器保有を禁じていないという答弁は政府としていつ頃から行われていたのかということになりますが、実は、私が記憶するところでは2016年の4月以降、我が国はそういう答弁をしてるんですね。日本は憲法9条で、戦力保持を謳ってはいる、また非核三原則を掲げてはいるけれども、福田赳夫首相がですね、福田赳夫首相がですよ、非核三原則があるとしながら憲法9条の解釈としては絶対に持てないということではないという答弁をしているんですよ。ですから今日この概要欄に載せた記事だけだとですね、安倍元首相が
全くそのお門違いのことを民間の放送局で言ってるかのように伝わりかねないと、まあ、これちょっと私は懸念してるんですね。でそもそも繰り返しになりますけれども、我が国は憲法上は核エネルギーというような形での自衛のためのそういったものは、もしそういうものがあるならこれは否定されるものではないということを言ってるわけですよ。まあ多分ですね、私の想像の領域を出ませんけれども、白新君の質疑というものは非核三原則の観点から、また憲法の観点から、まあ、非常にこう矛盾めいているということを、まあ、質疑の中で証明してしまっておりますのでね、ああそれならやっぱりこれは整合性を取らなきゃいけないよねっていう議論に展開されると、これは困ったもんだななんていうことにね、まあ、どっかの誰かが気づいたのかもしれませんね。そこであえて今日参議院の予算委員会でこんな質疑をしたんじゃないかという、まあ、私の、まあ、想像で、あります。まあ、こういったところでですね、やはり今ウクライナ情勢の中で、プーチンがですね、核兵器をもしかすると使うんじゃないかというような非常に緊迫感が増している中だからこそ、私はですね、この部分についてはしっかりとこれからも安倍元総理がおっしゃるようにタブー視をすることなく、まあ、こういう選択肢もあるんだよと、核シェアリングという概念、あるいは日本も原子力潜水艦を持つ、まあ、それをもう日本近海にですね、沈めてちゃんと安全保障を考えなきゃいけない、そういう議論を始めようかというような議論だけでね、十分ね、抑止になりますので、ただただですね、非核三原則があるから核保有はできないというような、この局面においての内閣総理大臣としての政府答弁、非常にですね、私は危うみのものを感じるというようなことだけ、今日は皆さんとぜひ共有したいと思い、本日2本目の突然ニュース解説をお届けさせていただいたということになります。どうもご視聴いただきありがとうございました。